ちありがとうね。ありがとうございます。皆さんコメントよろしくお願いします。アミタンランドツイッターから飛べると思うのでよろしくお願いします。夕方からかと思ったら始まった。ごめんなさい、今一瞬だけ予約入れてたんですよ。ちょっとね、あのね、もうほんま最悪なことが起きてね。もう聞いてください。あのさ、あのね、テストの時って課題を出さないといけないんですけど、その数学で今日はめちゃくちゃいっぱいやったね課題、だいたいまあこのテストまでの間の宿題でね、あのね、60代かな、だから60代で1個12問ぐらいあるからね、あのね、どれぐらい、え、まあそうですね、800問ぐらい解いてたノートがあったんですけど、それがなんかどんだけ探してもないんですよ。本当にほんまになくて、でさ、やばいやん今から800問は。昨日の夜気づいてたんですけどね、昨日の夜から私間に合わんやん、本当に眠いからさ。だからさ、ほんまに終わりとか思ったんですよ。で、ちょっともう本当にテスト出すために今日の朝の配信やめて、朝にのうちにできる問題だけ解いちゃって夜にあのね配信しようかなとか思ってたんですけど、まあノート見つからなかったんですけど、不幸中の幸いって言うんですかね、あのね、アミがなんかそのまあ一気に出せとかじゃないから、本当やったらあの1週間に1回の宿題がどんどん溜まってってるからな、1週間に1回ちゃんと出してったら大丈夫なんですよ。けど出してない子は出さずに一気にあのね、あの一気に出すんですよ、テストの前に。でもアミはちゃんと毎週出してたから、出してない週からね、から言うてね、20代やから240問ぐらい、まあ、減ったんですよ、700問800問とかから、まあ、すごくない4分の1になっちゃったっていう感じですね。だからまあ良かったです。なのでまあギリギリ間に合いそうかなみたいな感じなので、なのであのね、そんな感じですかねそんな感じですかね、はい、そうですね、危なかった、ほんまに悲しい、ほんまになんでなんやろ、その4分の1はどんな感じだなって。あのでもちょっと前にノートがないことに気づいて、あのね、ほんまに10問ぐらいだけやねんけどな、240問中あれ10問ぐらいしか変わらんけど、まあ10問でかいやろ、10問をあのねあれにやってたんですよ、みはなんて、なんでだっけ、ルーズリーフにやってたから、ほんまに良かったなって感じですね。頑張りますそうですね、はいそれは悲しすぎるやろ、悲しいやろ、ほんまもう今もねめっちゃ悲しいんですけど、まあ、頑張ります。もう意味ないのでノートを探しても出てこなかったので仕方ないのでね、もうまあちょうどノートなくなる頃やったね、まあ買い時かなって感じやしそうですね。あとはね、あと、あ、アミね、あのね、皆さんにお知らせ、お知らせというかなんというかなんですけど、ね、月曜日から水曜日にかけて、ごめんなさい、引き出し開けっぱなし、月曜日から水曜日にかけて学校の研修があるんですね。なんか止まらないと言えなくて配信ができなさそうなんですね。でも3日間できないんですけど、多分だけどその3日の月曜日はまあ絶対多分朝ちょっと早くなっちゃうと思うんですけど、6時何分からか、6時半とか20分とかそれぐらいからなら
できそうなので、多分月曜日はやるんですね。でも火曜日は絶対無理で、水曜日は帰ってきて時間があればって感じですかね。帰ってくるのが別にそんな8時とかじゃないと思うんですけど、まあ、帰ってきて時間があれば配信をしようかなと思ってるので、皆さんよろしくお願いします。なので一回ね、あのブログとかが止まると思うんですよ。そう、ごめんなさいね、よろしくお願いします。あと今日はまふみさんの絵描きもしないといけないのでね。はい、テスト中に飛んで答えどうやったか、え、ちょっと聞いてください。あのね、もうね、あの歴史できすぎね、本当にやばい。ひみことか書けたんです、ちゃんと漢字で。漢字じゃなかったら罰やから。そう、本当によかったですね。でも今回はちょっと数学は好きとか言ってたけど、今回証明なんですよ、数学は。ごめんなさい、数学が証明なんですけど、あの証明ほんまできなくてね、まあちょっと手応えはやってないけど、やる前から手応えはなさそうなって感じですね。あとは国語です。今日は国語はあのね、古文と丁寧語とか擬音語とか、擬音語はちゃうか、そういう感じですかね。そう、難しい。今日は夕方配信終わるんですかって、あ違うんですよ、ないです。なので、そう、今度は夕方にしようと思ったんですけど、まあなんとか課題がもしかしたら終わりが見えてきてもないけど、まあ見えそうな気もしなくもなくもないので、ちょっとまあ朝にしとこうって感じですかね。そうですね、まあテストは手が出てくるパターンが、でも一番最悪ね、それほんまに嫌や。それはもうそういうのなくなったままでいいからさ、出てこんといてほしい、ね、やめてほしいな。あ、18日の青春夜公演、東先生ありがとうございます。ありがとうありがとう。え、今劇場公演ってどこまで予定が出てるんですか。なんかもう分からん、どこまで言っていいかが。あのね、また忙しいのが増えました。その水曜日までの合宿ね、とりあえず切りがつくかなとか思ったんですけど、まあ、その続きがまだあったというね。はい、まだ続きがありました。あ、待って、テロップほんまや、今日12時から。そうなんです、後でツイッターあげるので待っててください。12時からだーい、あ、第7次受付の受付スタートしますかな、します。で、はあ、はいはい、ちょっと待ってください、矢印あどうぞ、オッケーですかね。あ、そうですね、そうなんです、今日の12時からなので、皆さんあれよかったら遊びに来てくださいあのね、ようやくちゃんちゃんと着々と、なんていうかわかんないけど、まあ服とかそのそういう靴とかそういうのが届き始めてますね。いいです、ほんまによかったです。はいあ、そういえばなんですけどね、もうそういえばバカなんですけど、みたいな、めちゃくちゃ筋肉痛がやばくて、なんかしたっけなとか思ってたんですけど、しおととい、なんだよ、おとといの昨日、違う、おとといやってるんや、え、おとといに 50m 走の記録を測ったんですよ。そんでね、ちょっと聞いてほしいんですけど、あのね、去年何秒だと思いますか、まあ、とにかく去年が 9.2 やっけな、もう上に書いたんですけどね、 9.3 やっけ、2やっけ、
どっちが決める、そう、どっちかを、あの、どっちかだったんですよ。だけどな、どう思いますか、どう思いますかっていうか、何だと思いますか、今回は。そうですね、何秒だと思いますか。え、じゃあ皆さんさ、あのさ、あの早い秒数ばっか送ってこんどいてな。あみ、足遅いからな、ほんまに。言っときますけどね、あの一番早い子でも、あのね、アミのクラスの子が一番早くて7秒9なんとかで、早い中でも平均が 8.02 とか、まあそういう8秒の始めるへんやからな。そうですよ、アダミ、あの去年は 9.2 か3やったっていうのも、まあ承知済みで書いてください。お願いします。あのね、でもね、あのね、 9.2 とか3って12歳、その中学1年生の運動部に入ってない子の平均らしいです。別に部活入ってないから、まあそんなもんですよねって感じやんな。じゃあちょっとそろそろ結果を言ってと思います。じゃ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 じそうでね、アミのね学校ってなんかあのまあ分けられるやん、そりゃ運動会の時に、その時にあの早い子のまず7番目をどっちも決められるんです。早い7番目までで、それでアミ 8.6 ぴったりだったんですけど、7番目の子が 8.59 だったんですよ。やばくない？運動会で走るとこやった。走らんねん結局。まあ朝練とか大変なんでね、ありゃいいけど。そうですね、そんな感じです。危ないって書いてあるんですけど、あとね、他の競技に出てなんかね、特殊なんですよね。クラスの場面8番目でしたから、クラスで8番目ですね。でもな、 8.6 が速いかって言ったら速くないからな。分からへん、守り。こういうの汗鍛えられて足速くなってません。ほんまびっくりしたんですよ。よいドーンって走るね。あとね、アミね、よいのね体型っていうんですか、アミこうがいいんですよ。なのにな、なんかね、しゃがんで膝をつけって言われてね、めっちゃ走りにくかった。絶対こっちの方がアミ速く走れますよ。こけそうなるやん、だってよいドンの時。ドンでね、そうそうなんです。うん、リレーの朝練しんどいから行ってなかった。わあレイバー7秒台やってる、やば。アミの学年で一番早い子でも 7.9 でしたよ。遅いんかな、え、分からへん、どうなんやろ。なんかね、アミの学年っていうか、みんな長距離がなんか好きらしいです。長距離なんか全員、ほんまにもうね、みんな、どんな、全員、どんな人を含めてもって感じですかね。あと先生とね、あ、そうや、まふみさんください、お絵かき。先生と対決しました、体育の先生と。よーいどうも、はい。わあくびしてませんでした。え、まふみさんいますか、今日もいないかな。さっきおったんですけどね、いなかったら、そうですね、また明日にしましょうかね。ほんまに照明難しいですよね、あれ。
どうしたらいいんですか？ほんまに分からへん。あのさ、ほんまに分かんないんですよね。あ、仕事いた。まぐみさん、昨日1位だったんですけどね。お絵かき何描きますか？あとちゃんしもさんもよかったらお願いします。何に描きます、何が描きます、何を描きますか？あの、何位だっけ、あと、あ、照明が分からんのや。ほんまに分からないですね。マミは今回計算問題で頑張りたいと思います。X について解けとか計算問題は今回でもね、あのね、一学期の中間あるあるだと思うんですけど、なんかね、一学期の中間ってね、大してね難しいことやってないんですよ。もうほとんどあればっかですね。計算とちょっと分、半分半分ぐらい、まあ、まだ救いようがあります。天秤行くな、ほんまにな。荷物は自分で取りに来てって感じやんな。しかも家出るなら一緒に出たらいいやんと思いますけどね。ね、ほんまに神なら待ってって怒りますけどね。置いていかれそうになったらほんまに。 OK、アミナで睡眠時間どれぐらいなんやろって。え、アミナちょっと聞いてほしい。今日本当は今日ね、あのね、今日は本当はね、あの5時とか5時半に起きて、よし勉強するぞと思ってね、早く寝たのに結局いつも通りの時間に起きました。あ、50m 走ってるみたいなんでお願いしますって。わかりました。そうだからね、めっちゃ寝ましたよ今日。いつもより1時間とか2時間早く起きるつもりやったから寝たのに、1時間2時間早く寝ていつも通りに起きたので意味ないですね。あ、ちょっとキモい、申し訳ない。なんかね、自分走ってる姿描くってなると難しいですよね。なんかキモいかもやけど、足が難しい。こちらの時間では今6時20分です。いいな、6時20分に戻りたい。タカタタン、やばいな時間ちょっと。はい、てれー。なんかね、足と手が逆やな。なんか変やな。なんか風に飛ばされながらね。ドド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 。こんな感じですなんかよくわからんけど、はいはい、チーズ、んはい、チーズ、んありがとうございます。まふみさんは何を描くって言ってましたか？どこですかね。あ、まふみさんコメントしてますか？いない、もしかして。まふみさん、何でもいいのでお絵かきください。エリアスさんやん、今日の1位。じゃあ1位エリアスさんのもよろしくお願いします。はい、またまたアバターでいい、わかりました。エリアスさんも何かかください。ちょっとあのハイスピードでやっていきたいと思いますね。よし、まあ
わあふみさんのは書けました。めっちゃ棚分ぴったりにはまりました。本がたーんかわいい、めっちゃかわいい。どうどこどうどう、かわいそうですね。はいはい、チーズ、はい、チーズ、ありがとうございます。そしてエリアスさんのコメント来てるかな。あ、お願いします。エリアスさんもしかしておらん、それこそどうしましょうか。いなかったら明日書きます。あー、もうビーツーさんドクドクしドキドキしてきた。今から心臓が痛い。ソフトクリームをあげた、投げた、投げたみたいな、わかりました。持ってる網の方がいいかな、ソフトクリーム。うん、あげた。来ましたよ。はい、もうドキドキやってて。あー、もうドキドキする、お前どうしよう。皆さん助けてください。どうやったらさ、緊張しにくなるんやろ。はい、こんな感じです。あ、そういうことであげたって。申し訳ない。腕が短すぎた。はい。はい、チーズ。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとう。んじゃあ、呼びます。13位、りょうじさん、ありがとうございます。12位、あんなちゃん、ありがとうございます。11位、沸騰ちょいさん、ありがとうございます。10位、継続は力なりさん、ありがとうございます。9位、鉄メガネさん、ありがとうございます。8位、カニさん、ありがとうございます。7位、コニタン、ありがとうございます。6位、ベリマヨさん、ありがとうございます。5位、コスモライトさん、ありがとうございます。4位、日高浩二さん、ありがとうございます。3位、オウミさん、ありがとうございます。2位、チャンシモさん、ありがとうございます。そして、1位は、ドゥ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 ン。エリアズさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではね、そうそう会いたいと思います。皆さん今日も見に来てくれてありがとうございました。せーの、エリアスさん、ありがとうございました。じゃあテスト頑張ってくります。バイバイ、ありがとうございました。またね。ありがとう。またね、ありがとうございました。